はいはい、もうね。予言の話なんですけどあの、トカナでは結構予言を扱っていて、まあ、毎回、毎週というか、もうあの3日に1回ぐらいは予言の記事出してるぐらい、それぐらい予言の記事を更新してたんですけど、まあ、ふとちょっと思い出して、そういえばあのサイキック芸人のキックさんも毎年予言してたなと思ってあの、読み返したんですよ。 そしたらキックさんがその年に流行った曲が割と来年の世相を表していることが多いっていう発言をしていて、まあ、なんかそのヒットするっていうことはどっかまあ我々の深層心理の中にそうなってほしいとかこうありたいとかそういう願いみたいな集合無意識みたいなものが反映されるからヒット曲がこう未来を予言するんじゃないか。 っってていいう話を書いてあったんですよで例えばなんですけどその時書いてあったのは2014年は「穴雪」がは行りまして「レッド・イット・ゴー」えー「ありのままで」っていう曲が流行ったんですけどでそれでキックさんは「ありのままで」っていうことはなんかもう自分らしく生きたいっていうことで来年はなんかど独立とか。 なんかそういうことが話題になるんじゃないかなみたいなことを言ってたんですよその2015年の1月に文春が最初にスマップのいざこざを報道し始めたのがこの2015年なんですでここからスマップの解散が始まったといやこれ当たってるなで2015年に流行った曲は えー、クマムシのあったかいんだから、まあ、一番じゃないと思うんですけど、クマムシのあったかいんだからが流行ったと、で2016年に、まあ、今の SDGs の礎ともなる地球温暖化計画の閣議決定がされ,されたとで、あと2015年は世界の終わりが流行って。 で2016年にはトランプ大統領が大統領に就任していますで、まあ、トランプ大統領に関しては良、まあ、し悪しは別としてやっぱりこの今の混沌とした世界のまあなんかこう走りというか、まあ、分裂っていうような状況を作ったっていう意味ではなんか世界の終わりとトランプってつながってるんじゃないかなみたいなことを思ったんですよあじゃあキックさんそのあともう連載やってなかったけどその後どうなってるのかなと思って調べましたら 2018年、米津玄師さんのレモンが大ヒットしてます。で、2019年といえば、新型コロナがちょうど流行する時期ですね、あの2020年には行りましたけど、最初にあの発生しているのは2019年ということで、レモンは味覚障害を予言していたのではないかなと思ったわけです。で、2019年はヒゲダンのプリテンダーが流行っています。 でこれは詐欺師とか、まあ、偽善者とかそういう意味がありますけれども2020年にまあ一番流行ったその新型コロナにおいて、まあ、いろいろ架空請求だったり、まあ、それだけじゃなくてその政治家たちの偽善ぶり 例えば、我々にはロックダウンで家にいろって言いつつ、自分たちは会食をしていたとか、なんかこう、ワクチンに関してもちゃんとした情報が出てるのか、出てないのか、疑心暗鬼になるようなことが多かったので、プリテンダーっていうのも合ってるんじゃないかなっていうところで、じゃあ、今年流行ったのなんだろうっていうふうに考えたところ、藤井風さんの花、緑黄色社会の花になって、緑黄色社会でいいのか。 社会の花になってで。あと世界を見てもマイリー・サイラスさんの「フラワー」っていう曲がすごく流行ってるんですねまあなんかぜそのカラオケのヒットランキングとかでも見てもあのかいえなバウンディの「花」「花」なんとか「怪獣の花」歌あこごめんなさいこれ「怪獣の花歌」みたいな「怪獣の花歌」とか「花」がつく曲が非常に目立って た、ね、皆さんもあで見てみていただいたらいいんですけど。ということは来年はなんか花に関することが話題になるんじゃないかなっていうところで、まあ、まず花って言ったら花粉が来年例年よりもあの増すのかなっていうのと花から連想することといったらやっぱり火事とかあと噴火とかあとまああの喧嘩と、えー、あ喧嘩とか、まあ、火花が散るとかそういう意味合いもあるのでやっぱりあの 今のののの世界情勢の混乱といいううがが続くのかなっていうところが挙げられます。であとは花っていう名前がつく人が注目されるのかなっていうところもあって吉永小百合さんとか伊藤蘭さんと黒木華さんとかまあ、陽さんとかいろいろいらっしゃると思いますけどなんか花の名前がつく人が注目されるかもしれません。 あとは、えーと、花といえばやっぱり桜の花なんですけれども、あの上野にもたくさん、えー、桜の花道がありますし、まあ、京成電鉄の中でもいろいろ花の見どころがありますので、桜の見どころの駅がたくさんありますので、京成電鉄さんの年になるのではないかなと、来年、思っております。<ー>ありりががとうございいままます素晴らしし <laughs> 今ね大きな仕事一つ決た いやさすがですねいや面白い、えー、面白かったなんかやりすぎ都市伝説見てるみたいですねあいや出てらっしゃいますしね、うん、実際 <laughs>、はい、出てた出てた楽しかった、うん、ありがとうございます